えー、こんにちは黒田和之です今日もごご視聴ありがとうございます今日はどんな基礎練習をしたらいいのってまあ基礎練習って何すればいいですかって質問めちゃくちゃ多いんで、えー、今日はまとめてみました。えっ、ー、とですね基礎練習、えー、基礎練習は必要ですかっていう話と僕の練習基礎練習割合なんかもちょっと紹介しようかな。で基礎練習まあ僕のご紹介するのが5種類とか、えー、ちょっとやってみたのでここら辺を解説していきたいと思います。

こういろいろテクニックを身につけても結局基礎の土台がないとすごくこうテクニックがすごくこう空振りをするというかなので、えー、基礎練習っていうのはやっぱり必要だなっていうふうに僕は思っています。 僕の基礎練習の割合ですね、えー、これちょっと60分で考えてみますこれちょっと見えにくいですが基礎練習10分シンコペーションブック20分リズム練習15分曲練習15分と、まあ、1時間あったらこういう割合でやりますよねみたいな感じですねだから僕はまあ8時間やったのはこれ8倍ですね1時間、まあ、1時間半ぐらい基礎練習やって、えー、まあ2時間半ぐらいシンコペーションブックやって で2時間2時間っていう感じで練習してましたねだいたい配分してやってましただからそのなんかこうタイマーが鳴るまでやってたんですけど まあその自分は今日だから4時間一旦練習するから4時間の間にここまで行こうかなとか4時間までにまあ今日はもう4時間しかないんだったらこれの4倍ぐらいの割合でやってるって感じですね。でシンコペーションブックっていうのも基礎練習の一つなんですけどシンコペーションブックはねメロディーが入ってくるんですよ。な、ま、で、あ、メロディーが入っってくる分ちょっと頭使ううんん基礎練習はなんかこう寝ぼけ ってるるるとこでででももききらいいにに何も頭使わずにできるみたいな感じまあ全く使わないわけじゃないですけど単純作業なんで他事ごと考えながらもできると思ってるんで,でこれでエンジンかけるって感じですねだからまあ走る時ってこうボーっとしてて目覚ますって感じじゃないですかそんな感覚だと思ってください今から5つやってみるんですけどこれバウンス練習ってやつですねこれは結局基礎の基礎なんですよ。ススティックはこうバウンスする でこれほはかはの動画でやってるんでいろんな種類でこう8部でやりましょうでこれって結構最初みんなね軌道がぐちゃぐちゃなんですけど軌道はちゃんと同じとこに変えてくるようにそうするとここのグリップがめちゃくちゃ安定するんでなので、えー、こういうバウンス練習をします なのでバウンスをまあえっ、ー、とリバウンド練習ってやつなんですけどパラディドルでやったり、<music> まああのいろんなパラディドルでやったり、<music> インワードでやったりとか、まあシングルでやったりダブルでやったりします。バウンス練習ですね。ゆっくりから速くにしたりしてやっていきます。これが一個目ですね。二個目がね早打ちですね。シングルだけで早打ちとかまあこれでもいいですけど。<music> これは一応1分間200っていうのを僕は一応目標にしていてうちの生徒の、まあ、合宿とか昔やってたんですけど合宿だとやっぱり、えー、っと1分間早打ち200以上オーバーしたらなんかプレゼントあげるよっていう、まあ、黒田コーナーがあるんですけど早打ちって、まあ、要はサッカーの選手プロ野球の選手が、まあ、走るのが速ければうまいかってそうじゃないじゃないですか。 走るのが速いだけだだったら野球がいいわけけではないんですよ。だけど走るが速いに越したことはない陸上の選手じゃないんだけどそれだけでは問われないけどでも走るのがまあ例えば 100m20 秒台だったらやっぱりちょっとプロ野球選手としては困るじゃないですかいくらこう投げるのが速くてもやっぱりそこまで遅いとやっぱちょっと問題があるっていうかねでテンポ、えー、300がワールドクラスなので。 テンポ200の16分音の1分間っていうのは結構ね、えー、まああの頑張れば到達できる180とか200を目指していただきたいでピアノのまあ僕の知り知ってる知る限りのピアニストがよくやってるのはやっぱりそのハノンとかチェルニーとかをやっぱりこう16部で観察すると200ぐらいでやるというそれぐらいまで行くとやっぱりこう,こう美さが見えてくるんですよ。でその グルーヴするポイントにちゃんと音が狙って入れていけるっていうところで早打ちですねだから1分間鳴らしてメトロノーム鳴らしてこういうやってる時にやっぱりこのリバウンド練習も効いてくるんでだからリバウンド練習まあ日替わりでやってもいいしこの週はもうリバウンドばっかりやるとかこの週は早打ちばっかりやるとかまあだからこれ全部やらなくていいと思うんですよだからこう自分が今補強したいなと思うのでやればいいかなと思います はい、基礎練習3つ目アクセントというのはちょっと頭使うんだけどこういう。でどこがアップかっていうのをやるんだけどまあ最初考えなきゃいけないけど一つの動きを覚えたら。 動きをあちこちにこう移動して、体が覚えるまでやるっていう感じ音と体が動きがインプットされるまでやるので。これも時間かかって、まあ最初は頭使うけど、まああとは。その動きさえ覚えてしまえば、あとは繰り返しなんで、れはまあ基礎練習かなと思います。はい、ルーディメンツですね。まあこれエチュードやったりするんですが、まあいわゆるオールアメリカンドラマですね。まあ要は。 こうフラムとかねこれはも譜面もばぼーっと読めるようになるんでぼーっと見てると体が動くようになるんでそういうふうではまあ基礎練習の古いかなーっていうふうにちょっと思いますねなのでルーディメンツなんかも一つの方法かなと思いますあと手足の組み合わせですねまあ、例えばせーの ちょっと微妙に揃わなかったですがという感じでこの手,手2つ足2つのパターンをこうひたすらこうメトロノームを合わせてゆっくりからやったりこれ3連にはめ込んだりとかするやつを、まあ、ひたすらやるっていう感じですねこういうのがまあ基礎練習になるのかなっていうふうに思います。 はい、というわけで基礎練習はですね、まあ、寝ぼけててもやれるえー、他のこと何も考えながらとかもやれるとかだから毎日欠かさずにそうですね熱出てて今日は練習あんましないとこかなと思ってもまあとりあえず30分ぐらいは基礎練だけやって終わろうかなみたいなだから熱出ててもまあ体起こせたらパタ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 とまあ足ちょっと今日いいわみたいな手だけでちょっとやってみたいなっていう感じにしていましたねだからこうなまっちゃうんで。 なのでまあだからこう手,手の動きを覚えるだけだから寝転んでても指だけこうやってやってるだけでもいいかなと思うんですけどなんかこうそういうこうずっとドラムのにこう体をなじませるっていうので、まあ、ブランコが欲しくなかった、まあ、今はねそんなもん今逆に基礎練習朝ちょっとやって。 うんそうですね、まあ、でも YouTube のためにかなり練習したりしますねあのこの曲できんやとか思ったりとかするとあの逆に練習したりしますあの人のドラムソロのコピーほど大変なものはないんで自分の動きじゃないのをインプットしなきゃいけないからかなり練習してる普段よりも練習してるかなと思いますがはいというわけで基礎練習っていうのはまあえー、まあ毎日ちょっとずつやっていただければいいかなと思います、えー、体が慣れるようにしていただければ 思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとか、ためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で是非メールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。 ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。